Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimemaste, Galimaisa to moshimasu. Gakusei bango 1905771 to moshimasu. Konkai wa online game wo kodomo no omocha dewa nai というテーマについて発表させていただきたいと思います。では、早速始めましょうか。はい。横浜市にある事件。去年、3歳の女の子が誘拐されました。犯人は38歳の男の人でした。最初は犯人とオンラインゲームで知って会う約束をしました。はい、もしこのことは自分の子供とか自分の妹に発生するをさすがに嫌ですね。怖いです。はい、オンラインゲームが原因で子供が連れて行かれる事件は今までにもよくありました。日本だけでなく世界中でよくある事件です。はい、では次のページへ。この恐ろしい事件はよくありましたとはなぜでしょう。その一部は親が忙しすぎて子供といる時間がほぼありません。そうしたら子供は他の頼りになる大人を探す可能性があるでしょう。さらに最近のコロナウイルスのせいで外では遊べないのです。そこで子供たちは家にも遊べるゲームを探したんでしょう。それがオンラインゲームです。そして、学校からのオンライン授業の挙句に、子供たちはガジェットに慣れています。ほぼ毎日オンライン授業をしたので、おかしくはありませんでしょう。はい、次。日本でのウイルスを心配して学校は休んでいるという状況。16の役所では、夏休みが終わってから10月の初めまでに、全部で約730人の小学生と中学生が学校を休んでいることです。休んでというより、このような子どもたちは、宿題やビデオで勉強したり、オンラインで授業を受けたりしていました。それで、ガジェットといる時間が多くなるでしょう。では、進めましょうか。この話題からの分かったことは、常に子供に注意を払わなければいけないこと。そして、ガジェットのは良い点と悪い点があること。さらに最も重要なことは、オンラインゲームに様々な詐欺があること。皆さんもくれぐれお気をつけてください。では、もっと知りたいことについてなんですが、個人的に私は、なぜそんなに多くの詐欺師がいるのであろうか、ということを知りたいんです。さ、インドネシアとの関連は一体あるのであるか？インドネシアには、親の金でゲームにあるものを買うことの事件がよくありました。これは詐欺ではありませんですけれど、これもなぜオンラインゲームは、子供のおもちゃではないと一つの理由の一部だと思います、私は。はい。はい、私からは以上です。見てくれてありがとうございます。じゃあ。